キーウェストはアメリカ合衆国フロリダ州、モンドー郡に位置する都市である。フロリダ半島から南西に伸びるフロリダキーズ諸島の西端のキーウェスト島に位置する。同市はハワイ州とアラスカ州を除くアメリカ合衆国本土48州で最南端の都市である。マイアミの南西2 0 8キロメートルキューバハバナの北1 7 1トルに位置する。マイアミからは 車で260キロメートルの道のりになる。キーウェストという地名は人骨がこの島で発見されたことからスペイン語のカヨウェソが由来となっている。これが英語化の過程でカヨがキーにウェソがウェストに変化したと考えられている。キーウェストにはフロリダ半島から続く国道 US-1 号線が通っている。島から島へと延々と サンゴ礁の海の上に架か,かる32の橋を渡っていく。この道路はオーバーシーズハイウェイと呼ばれ、アメリカ合衆国で最も美しいハイウェイであると言われている。途中、有名なセブンマイル橋を渡る。同市は漁港、海軍基地、船舶の救助基地として、都に有名である。また、一年を通して気候が温暖で、ビーチを有し、観光、保養都市としても人気が高い。 アーネスト・ヘミングウェイはこの地をこよなく愛した。キーウェストは、北緯24度33分33秒整形81度47分03秒、北緯24.55917度整形81.78417度、24.55917-81.78417に位置している。アメリカが収国統計局によると、 この都市は総面積19.2平方キロメートルである。このうち15.4平方キロメートルが陸地で3.8平方キロメートルが水地域である。総面積の19.73%が水地域となる。2000年現在の国勢調査で、この都市は25,478人、11,016世帯、及び5,463家族が暮らしている。 人口密度は1653.3平方キロメートルである。863.4平方キロメートルの平均的な密度で13,306件の家が建っている。この都市の人種的な構成は、白人84.94%、黒人9.28%、先住民0.39%、アジア系1.29%、 太平洋諸島計0.05%、その他の人種1.86%、および今月、根結2.18%である。人口の16.54%はヒスパニックである。この都市内の住民は16.0%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.4%、25歳以上44歳以下が37.1%、 45歳以上64歳以下が26.7%及び65歳以上が11.7%にわたっている。中央値年齢は39歳である。女性100人ごとに対して男性は122.3人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は126.0人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は43,021ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は5万8 9 5ベードルである。男性は39,67ベードルに対して、女性は25,407ベードルの平均的な収入がある。この都市の一人あたりの収入は26,316ベードルである。人口の10.2%及び、 家族の5.8%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の11.5%よび65歳以上の11.3%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。